ンデミックだ。パンデミック。350年ほど前、世界は未知の病原体の大流行に飲み込まれた。待って、その病気って空気感染とかしないの？敵が現れたら私の指示するポイントを射撃することだ。それじゃ直接守れない。俺がみんなを守る。守る方法は私が考える。守るの俺だろ。そういう運命だって絶対に忘れないって言ったのミノじゃないか。悪いが私は知らない。いや、だってミノは君、本当にミロなのか。私たちは救援なき被災者の群れですよ。堂島大輔たちの特殊強化戦闘装置を全面に押し出したい。ちょっと待って、そもそもパペットが私たちにしか使えないってどういうこと？そのように設計されているからだ。人類は滅びる可能性があった。それを防ぐ要因として渋谷の時間跳躍とお前たちの存在が予測されたのだ。推測になるが、これから未来の私が飛ぶのかもしれないな。言えるとしたら、お前たちの過去は不確定ということだけだ。もうどうでもいい。俺はあの時のミロを信じる。現にこうやって俺はみんなを守ってるんだからな。こちらイズミ、目標ポイントに到着。指示を行う。犯人は何が目的で大輔を誘拐したのか、なぜミロは助けてくれたのか、結局真相は分からずじまいだったよな。あのさ、あの時ミロは普通の話をしてただけなんじゃない？え？大輔だけがそれを大げさにとって運命だとかって騒いだだけで。大輔、出番。ありました、ありました、2台。大輔君のと同じっぽいのが。ことで現在を変える。リビジョンだ。はい。リストに入らなかった人間の身の安全は保証しない。